がとうございます。嬉しい、ありがとう。で、書きます。清水さん、クマタワーありがとう。ピカチュウ、クマ、ありがとうございます。ありがとう、クマ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい、本当にありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとう、嬉しい、ありがとう、応援してくれてありがとう。ごまさばさんこんばんは、ピータさん、ソーリーさんこんばんは、どんちゃんさん、ひろのりさん、つぼいのゆうすけさんこんばんは、ひまわりさんこんばんは、フレイブさん、あきもさん、ダースーさんこんばんは。今日も来てくれてありがとうございます。なおきさんこんばんは。自分の配信つけちゃった。いでさんこんばんは。コメントちょっと漁っていきます。初見さん、みそにさん、ありがとうございます。嬉しい、初見さんありがとう、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。あずきみかんちゃんこんばんは。サタンさん、ミス、ミシタラさん、サトシさんこんばんは。あ、ダイさんだ、こんばんは。トヨちゃんさん、ハマジーさん、ワイティーさん、カチュウさん、つよつよさん、ふっくろさん、こんばんは。配信来てくれてありがとうございます。エンドーソンさんこんばんは。リンゴさん、青リンゴになってる。コウジさんこんばんは。みんなこんばんは。やっさんおはようございます。なっちゃんさん、あ、なっちゃんさん、いいテロップだと思います、ありがとうございます、よかったです。あ、パリーさんこんばんは、こんばんは、昨日はありがとうございました、今日も来てくれてありがとうございます。せいくんさんこんばんは、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様、みんな今日も一日お疲れ様。今日はめっちゃ全国低気圧だったっぽい。みんな体調とか大丈夫だった？デサイアスハート、デサイスハートさん、さとぴさんこんばんは。福行さん、きよ兄さん、おしむらさんこんばんは。レトロのかもめさん、夜ご飯は何食べましたか？夜ご飯は何食べたっけ？11位になった、嬉しい、ありがとうございます、みんなのおかげです、ありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。
で、サイスハートさん、クマありがとうございます。つよつよさん、いっぱい天使クマありがとうございます。ありがとう。井上千尋さん、ペンライトサイリウムありがとうございます。パリーさんも天使クマありがとうございます。いっぱい画面がクマちゃんになってかわいい、ありがとうございます。トヨちゃんさん、ひなたさん、テンスありがとうございます。 BLF さんもテンスありがとうございます。ベサイスハートさん、キャンディーありがとうございます。マルトモちゃんさん、つよつよさん、レインボースターもありがとうございます。リシちゃんさん、ナオさん、ナオキさん、ノリオスさん、ダースーさん、ハートありがとうございます。おいでます元気さん、バラありがとうございます。え、つよつよさん、天使くまちゃん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 タワーだ、ありがとうございます。嬉しい。つよつよさん、いっぱいイベントありがとう。くまちゃん、天使くまちゃんタワーありがとうございます。ありがとうくま、ありがとう、いつもありがとう、ありがとうございます。みんなありがとう、ありがとうね。初見さん、みそにさん、グリアリで初めて見て、すごく丁寧な反射してるのが素敵で、配信来ました、関東ファンとして応援してます。えー、嬉しい、ありがとうございます。えー、そんな風に思ってもらえて嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、関東ファンなんですね。一緒、私も関東出身なんで一緒です。やった、嬉しい、ありがとうございます。伝えてくれて嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。チョリさん、初見さん、かわいいた、かわいいた、ありがとうございます。配信来てくれてありがとうございます。ウニさん、テッツーさん、ビーゴの海賊さん、こんばんは。昨日の夜めっちゃ頭痛だった、かわいそう。みんな体調気をつけ、気をつけようね、気をつけようね。低気圧はもうどうしようもないですよね。ヒロさん、ビギナーさん、こんばんは、こんばんは、はじめまして、ありがとう。で、コメントちょっとたまに飛び飛びかも、ごめんね。ひろきさん、テンスありがとうございます。恋してカップさんもテンスありがとうございます。まっちゃんさん、ハートありがとうございます。 AB さんもハートありがとうございます。ジョインさん、昨日もレインボースターありがとうございます。ゆうたさん、テンスありがとうございます。 AB さん、ハート2回くれてた、ありがとう。ひろきさんもハートありがとう、ありがとう。清水さん、レインボースターもいっぱいくれてた、ありがとうございます。ヨシタさん、テンスありがとうございます。ギオ兄さん、おはようございます。 YT さんもギフトありがとうございます。マルトモちゃんさんもテンスクマありがとうございます。
第3ハートたくさんありがとう。ハートラブ、ひまわりさんもハートありがとうございます。ありがとう。いっちーちゃんさん点数ありがとうございます。なっちゃんさんも点数ありがとうございます。あきもさんキャンディーありがとうございます。おいでます元気さんバラありがとうございます。ダースーさんハートありがとうございます。マリオさんなおさんもハートありがとうございます。つよつよさんレインボースターありがとうございます。エシちゃんさんハートありがとうございます。みんなありがとう。この辺読んだかな、読んだギフトもあるかな。ヒラリンハントさん、ヘンダーソンさん、トヨちゃんさん、キャンディーありがとうございます。嬉しい、ありがとう。キャンディーのギフトかわいい、ありがとう。ヘンダーソンさん、たくさんハートありがとうございます。ありがとう、嬉しい。せいくんさん、テンスありがとうございます。ふみふみさんも点数ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう。みんな配信来てくれてありがとう。深夜さん、初見さん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。配信見てくれてありがとう。11おめパチパチありがとう。本当体調管理は大事だよね、かな、大事だよね。つーちゃん、あ、つーちゃん来てくれてありがとう。ありがとうね、みんなありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、カリさんだ、久しぶりじゃない、カリさん。レッスンお疲れ様です、いい楽しみ待ってますよ。ありがとうございます、嬉しいです。スーさん、自分も関東ファンです。北関東ですか、そうなんですね、そうなんだ、スーさん関東の方なんだ。ありがとう、嬉しい、一緒だ、関東。今日も癒しの美しさ、そんな、ありがとうございます。低気圧のせいで眠い、低気圧って眠くなるんだ、早く寝てね、早く寝ようね、まだ1週間長いから。まさたろうさん、こんばんは。低気圧は防ぎようがないね、耐えるしかす、確かに耐えるしかす、そうなんですよ。 SKM さん、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。今日もバイトだったんかな、お疲れ様。マネッチーズさん、悲しみになったことありますか、ブログに書きました、あります。え、昨日もなった、昨日の夜も悲しみでした。自分は南道さん、主見さん、嬉しい、こんばんは、こんばんは、配信来てくれてありがとうございます。やった、主見さん嬉しい。みんなありがとう、嬉しい。すげえ、すごい勢いや、ありがとうございます、皆さんのおかげです、ありがとう。今日はどんな月曜日だったの、今日はどんな月曜日だったんだろう。のんびり、ちょっとだるい、低気圧でだるい月曜日でしたかもしれないです。リゾートダイバーさん、猫さん、チュルタロさん、ヤハヤハさん、こんばんは。お話会追加しといてよ、また話そうね、やったー、サタンさんありがとうございます。で、お話会いつまで追加できるんですか、みんな待ってます、お話会もぜひ気軽に遊びに来てください、待ってます。カリさん、イータン覚えてくれていてありがとう、嬉しいよ、私も配信来てくれて嬉しい、私のこと覚えててくれててありがとう。カリさん、話し会結構楽しかったから覚えてる、ありがとうね、ありがとう、配信も来てくれて。前髪ちょっと割れてんの気になる、あ、なくなった。みんなありがとう。
きもさん、話し会も撮ってみました。やった、嬉しい、待ってるね、楽しみ、ありがとう。おダイアンさん、こんばんは、こんばんは。話し会撮ってくれたの嬉しい。あきもさん、いつの、いつのだろう、オンライン、リアルかな、楽しみにしてるね。カリさん、こんばんは。ヤスさん、こんばんは。ウィンクはしません。金縛りになったことないからめっちゃ興味あるね。興味ある、私に、私に興味ある。金縛りに興味ある、金縛り、なんでないの。なんでないの、なんで私は良くなるの。エンダーソンさん、つゆつゆさん、かつうちさん、ハートありがとう、キュンキュン、ありがとうございます。ウニさん、テンス、ありがとうございます。かつうちさん、だるまも、ありがとうございます。つゆつゆさん、ハートたくさんありがとう、ありがとう、いっぱい。エンダーソンさんもハートたくさん、嬉しい、ありがとう。あずきみかんちゃん、テンス、ありがとう。デサイズハートさん、ハートありがとう。あ、みそにさん、初見さんなのにありがとう、これからもよろしくね。ハート嬉しい、ありがとうございます。セルジさん、ハートの3つのやつありがとう。 TK さん、ハートありがとうございます。だるまもだ、だるま1個ありがとうございます。だるま10個もあった、ありがとう。たくさんギフトありがとうございます。おはようございますさん、ハートありがとうございます。タイさん、ハートたくさん、キュンキュン、ありがとうございます。スーさんもハート、ありがとうございます。リンゴさん、タコ、ありがとうございます。みんなギフトたくさん、ありがとうございます。エッチーちゃんさん、テンス、ありがとうございます。パリさん、レインボースター、ありがとうございます。ビビちゃんさん、ハート、ありがとうございます。メガルのコーディさん、かわいい、ありがとうございます。アキモさん、テンス、プロテインさん、ハート、キョウタラさん、テンス、デサイズハート、デサイズハートさん、ハート、ありがとう、ありがとう。めっちゃギフト来てる、嬉しい、ありがとうございます。ゆっくり読みます、時間分けて読めます、ありがとう。せんやさん、テンスとハート、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい。レトロのカモミさんもハート、ありがとうございます。リンゴさんもテンス、あ、リンゴさん赤いリンゴになった、ありがとうございます。 SKM さん、ハートたくさん、ありがとう、嬉しい、ありがとう。グリオさん、キョさん、タコタンさん、こんばんは。ダンス大変でしょう、頑張っていて、えらい、嬉しい、ありがとう。そんな風に思ってくれてありがとう。カリさん、ありがとう。話し会の決済は9日も増えるまでですよ。え、ふっくらしたご飯さん、いつも話し会の期限を教えてくれる、決済の、ありがとう。そうらしいです、みんなよろしくお願いします。自分も若い頃はよく金縛りにあった。え、一緒だね、じゃあ。そうなんだ、若いとなりやすいとかあるんですかね。私中学生くらいの時からあるんですよ、金縛り。疲れてるとなるのかな。僕は一番し、なんだろう、なら飲むけど金縛りになりません。金縛りにならないの、なんでやろ。決済忘れてた、え、よかった、思い出してくれて。広島のイータン、ツーショット決済しました、ありがとうございます。楽しみ、広島来てくれてありがとう。関東だから遠征だね、ありがとうございます。もちんごさん、ハートありがとうございます。りんごさん、テンス、おはようございますさん、ハートありがとうございます。ジョル太郎さんもハートありがとうございます、ありがとう。ひろつぐさんもハートいっぱいありがとうございます。
つゆつゆさんキャンディーありがとう、ガッチさんハートたくさんありがとうございます、目黒のこうじさん、天使くまちゃんありがとうございます、ガッチさんハートありがとう、上衛門さんバラありがとうございます、岩尾さんハート、上尾さんもハート、なんか名前似てる、ありがとう、おはようございますさんハートありがとうございます、あきおさん、あ、天使ありがとうございます、みんな名前がこう似てた、岩尾さん、上尾さん、あきおさん、なんか名前似てない、つよつよさんキャンディーありがとうございます、岩尾さんだるまありがとうございます、あ、石高さんだ、石高さん配信来てくれると嬉しい、ありがとう、ハートありがとうございます、ひーちゃんだ、ひーちゃんハートありがとう、今日も11時にはならずに配信始めました今日は前髪左に流してるのね、え、すごい気づくの、ファンはよく見てるな、怖いでも嬉しい、気づいてくれるのは嬉しいけど、すごい見てるんだね、そうなんです、雰囲気違いますか、そんな自分的にはあんまり分かんなくて、すごくない、前髪の流してる方向とか気づくもんですね、ありがとうございます、ゆいたんが一生懸命に名前を覚えてくれたお話し会は最高でした、かわいいたんでしたよ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、やった最高でした、嬉しい、ラフさんかわいいた、え、初見さん嬉しい、ありがとうございます、タムタムさんも初見さん嬉しい、ありがとうございます、初見さん大好き、ありがとうブヤッキーさんこんばんは、福ちゃんさん24フレットさんこんばんは、一時期良くなったな、あ、一時期良くなったな、なるほど、金縛りね、そうか、良くなったな、みんな金縛りになったことある、猫さん初見さんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます、はじめまして、ありがとうございます、ゆみちゃんさん日向坂メンバーから電話があったので聞いてきます、バイバイ、え、何それ、いいな、楽しそう、いってらっしゃい、また戻ってきてね、ごめん、コメントさ、めっちゃなるべく読みたいなってさ思うようになったからさ、思うようにな、思うからさ早口になっちゃう、ごめんね、本当はもっとゆっくり話したい、さとしさんお疲れ様です、お疲れ様です、オンライン11、2、3月、あ、秋元さん11、2、3月、え、嬉しい、ありがとうございます、スクショしとこう、楽しみにしてるね、11月もうすぐだ、再来週くらい、やったー、待ってます、楽しみにしてます、ありがとうございます、金縛りになった時に前転すると幽体離脱できるらしいから試してみたいんよな、え、すごそうなん、私も試してみたい、待って、なんか私コメント早く読むとでもなんかあまり良くないこと言いそう、ちょっとゆっくりにしよう、ひらつげさん、ガッチさんこんばんは、ゆいちゃん早い時間嬉しいって言ってくれて嬉しい、やった、ありがとう私もゆいちゃん来てくれて嬉しい、
趣味が金縛りなんですか。ゆいたにも金縛りにも興味あるやん。やった、嬉しい、ありがとう。あさってブログかな、ゆいたの文章も好きなので楽しみにしてますね。ありがとうございます。やった、嬉しい、頑張ろう頑張ろうまだあんまり書いてない、書きます、ありがとうございます、考えます。でもイベントがたくさんあったから書きたいことたくさんあるかも。つづみさん、あきよさん、こんばんは。岩穂さんもこんばんは。第三、金縛りは心身が疲弊し眠りがしっかりと取れてない時に起こりやすいだそうです。だそうです。じゅうさん、石高さん、こんばんは。チキンお弁当美味しそうでした。え、メール嬉しい、ありがとう、美味しかったです。最近も金縛りになることがあるの？あれ聞いた？さっき話しちゃったんだけど、あの昨日もなったんです。そうなんですよ、そうなんです。ゆいちゃん、ゆいちゃん、中村舞さんもよく悲しみになると言ってたので美人さんがなりやすいね。え、やった、え、中村舞さんとの共通点があるなんて嬉しい、そんな風に言ってくれて嬉しい、やった嬉しい。じゃあ悲しばりいいことだわ金縛りはほとんどないけど足がよくつる。え、私足とかつったことないから、つるってどんな感覚なんだろうって思ってる。金縛り突然来るからビビる、わかる、確かに。そうなんだ、足がよくつる、なんでだろう、冷え性とか。マスクさん、こんばんは。つーちゃん、お話し会会う回数増やすか、1回の話時間長くするかいつも悩む。え、確かに悩む、いっぱい会いたい気もするし。で、あ、昨日配信来てくれた方がいっぱい来てるみたい、ありがとうございます、今日も来てくれて嬉しいです。受験さんもいっぱい嬉しいです、気軽にコメントしてください、ありがとう。どっちがいいかな、会う回数を増やすか、1回の話す時間長くするか。でも話したいことがあったらやっぱり長い方がゆっくり喋れるけど、いっぱい会えた方が嬉しい気もするよね。でも会う回数増やすと交通費もかかりますか。おまささん、こんばんは。つやつやさんとのイータもかわいいですよ、優しい、嬉しい、ありがとういつも優しい、嬉しい。てるぽよさん、ハートたくさんありがとうございます。ハロリンさん、おはようございます、ハートありがとう。サジカルさん、テンスありがとう、ありがとうございます。井上しひろさん、だるまありがとうございます。しまさん、テンスくまさん、ありがとうございます。ちがうドーナツさん、バラありがとうございます。マギさん、ハートありがとうございます。よっちゃんさんも、ハートありがとうございます、ありがとう。ひろきさん、ハート言ったっけ、ありがとうございます。みんなギフトありがとうございます、めちゃめちゃ助かります、ありがとう。高松愛鳥園さん、ハートのやつありがとう、ありがとうございます。
キョさんハートありがとうございます。ボーマスさん読んどかな、かわいい、ありがとうございます、ありがとう。ファンは一挙手い、え、私これ読めないわ、一等挙手一等足、見逃したくないですからね。なんかありがとう。ヤマピーさんテンスありがとうございます。忙しいと部屋は散らかりますか？あ、コスメとかはめっちゃ散らかります。金縛りは一度もないよ、だから幽体離脱もしたことない。そうなんだ、そうなんだ。いいね、しない方がいいと思う。トシサさん、ワールさんこんばんは、高松さんこんばんは。お嬢の早口言葉興味あります。え、じゃあお話し会とかで。あ、イサナコさんだ、久しぶり、かわいいだ、こんばんは、来てくれてありがとう、おしまししてよ。でも福岡かなんか来るんだっけ、楽しみにしてます。一挙手一投足、あ、一挙手一投足、ちょっと合ってた。まあ簡単に言うと全部見てたいですからねってことです。やったー、嬉しい、教えてくれてありがとう。はじめだよさん、はじめまして、こんばんは。ミータンの早口は新鮮だな、新鮮だな。双子の人は幽体離脱と悔しい、あーね、あの寝たよね、幽体離脱ってやつ。配信慣れてきた感じだね、確かに配信慣れたっていうのでもあんまりなんかまあいいやん。コメント読むのはいいとのペースで大丈夫よ、かわいい、やった、ありがとう。こんばんは、初めてかな、気づかなかった、全然始めたばっかり、嬉しい、ありがとう。誰でも夢を見てるときや目覚めるときに体を麻痺してて、そのときに意識だけ先に目覚めてると金縛りになるっぽい。そう、なんかね、眠りの浅さ深さみたいなとかもあるんでしょうね。そうなんだ、意識が先に目覚めやすいらしいです。あ、石高さん、夢の中でこれは夢だと気づくことができると夢を集れるようになって幽体離脱できるようになるらしいです。明晰夢みたいなやつよね。私夢の中で夢だってよく気づく、だから金縛りよくなるんかな。夢操れることたまにあるんです、あるんだ、コツもあるけど言わないだく、みんなの人生狂わせそう。金縛り1回だけあるけど気合で手足動かした、え、すごい、すごい。でも突然解けるよね。サンライナーさんこんばんは。そうなんだ、体を麻痺してて意識だけ先に目覚めてると、へえ。シマさん、シンパクさん、シゲンヤさんこんばんは。レトロのカモミさん、メールの返信ってリアルタイムで届くんですか？なんかこれは言っていいって言われてるんですけど、1週間に1回だけ届くんです。1週間に1回全部まとめてくるので翌週に見るのがなっちゃいます。だいたい月か水くらいに送られてくるんですけど、絶対月曜に送られてくるとかはなくて、
ていう感じなんです。だからでも多分月曜から金曜までのメールの、あ、月曜から違う、日曜までの返信が次の水曜日までにお届くって感じですかね。初見さんいっぱい、こんばんは。こんばんは。西見さんこんばんは。チル太郎さん、ユータリーダスと金縛りはどんな曲？明るい曲です。楽しみにしてください。だいだいさん、小雪さんこんばんは。私毎回話す内容忘れちゃうし、いい方は少ない枚数でも楽しめるから会う回数増やしてます。嬉しい、いっぱい会おう。嬉しい。でも喋ること忘れちゃうよね。私もわかる。ヤマピーさんこんばんは。遠征費めちゃめちゃかかるけど、いい子が幸せにしてくれるからノープラブレン。ありがとう、嬉しい。そんな風に言ってくれる、ありがとう。私もピーちゃんといっぱい会えるの幸せ。帝国さんこんばんは。ピーちゃんに会えれば交通費回収超えて利益出る。やった、ありがとう、そんな風に思ってくれて。ゆうくんさんこんばんは。初見さん嬉しい、ありがとうございます。初見さん大好き。みんなありがとう、本当に私にお金かけて会いに来てくれてありがとね。ありがとう。ゆいたんとガチで幽体離脱の話したいわ。しよう。天使の絵の具さんこんばんは。ファニーくんさん、背景って本物の花？はい、本物の花です。老若男女のファンが見に来てますね。めっちゃお化けの絵文字使うね。それは嬉しい。美人よね。やった、ありがとうございます。恐れ多い、ありがとうございます。ヤスちゃんさん、ラストワンさんこんばんは。磯の子さんはリエッチ推しだけど福岡でゆいたん推しにしちゃおう。なんかそんな私他のメンバーのファン撮るとかあまり好きじゃないんで、あの推し増しでお願いします。リエッチ仲良し、リエッチも関東民だからぜひ推し増ししてください。夢の中でこれを、あ、読んだやつだ。一挙手一投足、一挙手一投足、ヒゲダンさんのサブタイトルの歌詞にありますよ。知らなかった。そうなんだ、有名な言葉か。ちょっとあんまり聞いたことなかったかも。ハギさんこんばんは。今度ゲルミカ配信してください。前にも誰かに言われた。コツを話し会で教えてください。いいよ。いいよ。悪夢とか見たことあるの？ない人いるの？ザーワさんはじめまして、こんばんは。初見さん嬉しいです、ありがとうございます。私どのくらいコメントをくれてますか？知らんかったです、ためないように頑張ります。ありがとうございます。かなり遅れてるよ、やばいね。ちょっと飛び飛びでいきます、すいません。リアルの時間を増やすかオンラインも追加するか悩んでます。嬉しい、無理しないでほしい、ありがとう。リアルの時間でもリアルの方がいいかな。
でもちょっと実はオンライン結構待機してる時間が長いので、嬉しいです。ジョブメール嬉しい。すいません、自撮り送ろうと思ってたのに。キーワさんこんばんは。あ、え、待って、コメントも上にたどり着いた。リアル何見えるだろう。なんだろう、リアルにしてる。でもリアル、あ、リアルの方は列が見えるか。あー、確かにそうだよね。でも直接会えるのも特別な感じがするよね。私も直接会えるのは直接会えるのですごい楽しいなって思うし、でもオンラインもオンラインでゆっくり話せる感じもする。どっちも嬉しいです。オンラインの方がそうゆっくり話せるから、なんだろう、顔を覚えてほしいとか顔と名前覚えてほしいとかだとやっぱりオンラインは覚えやすいなとは正直なところ思います。リータは検討いたします。ありがとうございます、助かります。OKB さんこんばんは。カリさんかわいいタン。カリさん、カリさん、カリさん、リアではいろんな場所に行けるから楽しみだね。確かに福岡とか、福岡行ったことないから楽しみ。大阪もなかなか行けないから楽しみ。幕張もあんまり行かないから楽しみ。楽しみです。立ち位置と触りでは疲れ度が違うんやろうか。あー、え、でもそんな風には思わないけど、でもあるのかな、なんだろう。でもオンラインの方が、いや、わかんないな。オンラインニックネームも出るよね。確かにそうなんですよね。だから覚えやすいっていうのはあるかも。でもゆっくり話せるっていう感じはすごいする。え、絶対でもさ、多分1枚で話せる時間違くない？そんなことないのかな、もしかしたら。ゆうちゃんずさん、あ、星星八星星さんだ。こんばんは、昨日ぶり来てくれてありがとう。しおさんこんばんは。じゃあ正面写真くらいアップでオンラインに出てみるか。え、ぜひ待ってるよ。オンラインは場所がいるからつい少なめになっちゃう。オンラインは場所がいるから、配信環境がってことかな。確かに。でも確かにオンラインは電波が悪かったりとかすると繋がらなかったり聞こえにくかったりとかは、でも言ってもらえれば、はい、なんか調整できたりとかはあるとは思うんですけど。てか、ゆいかとオンラインで話したことないかも。放課後ホームルームは話したよ。オンラインは確かにないかも。皆さん勉強になります、ありがとう、みんな教えてくれて。おんちゃんさんこんばんは。家族いるから家でできないよ。確かに
ひそひそとじゃあそういう方はぜひリアルでお待ちしております。キンちゃんさんかわいい歌こんばんは、来てくれてありがとうございます。その場の瞬間の楽しさなら直接じっくり話したり真面目モードはオンラインなイメージです。おー確かに確かにそれはある。交通費かからないのメリット、確かに時間はオンラインの方が長い気がするだよね。私もそう思うだよね。リアル話し会はオタク仲間との交流も楽しい。それは楽しいかもいいね、オタク仲間がいるんか。まあ大事よねそういうのもね。リアルの方がかな、満足感高くて私はお気に入りだそうです。オンラインはいつつながるかドキドキする。ああ確かになるほどね。ルドルフさんこんばんは、近所の川から参加しようと思ったことある。なんで？でも結構外の方多いかも。外とか、ね、車の中からオンラインあるある、よくいらっしゃる。外からで景色見せてくれたりとかある、楽しい。放課後ホームルームやばすぎやばすぎやばすぎ、放課後ホームルーム。でもゆいちゃんと初めましてしたの放課後ホームルームだわ、思い出です。初めまして記念日。待ってめっちゃごめん、みんな戻ってきて。つぶさんこんばんは、スーさん隣のレーンで見られてると気まずい、気まずい出た気まずい。ほうさん大好き大好きありがとう、フルネーム漢字で見バレしたの懐かしいやばすぎる、ズーム名前表示されちゃいますよね、懐かしい。えさかさん G のギフトありがとうございます。あっちゃんさんテンスありがとうございます。天使の絵の具さんハートありがとうございます。ラストワンさんテンスありがとうございます。おはようございますさんハートありがとうございます。ギフトとっても嬉しいです。あ通勤急行通過駅さんテンスありがとうございます。ガトルさんのテンスありがとうございます。おはようございますさんハートありがとう。まもるさんもハートありがとうございます。のみさん初見さんなのにハートありがとうございます。うーさんかわいいハートありがとうございます。犬かわいい、犬がハート見てるみたい。きょうたろうさんハートありがとうございます。ありがとう、サクッと辛くて美味しいよさんテンスありがとうございます。マルメロさんバラ、ルドルフさんもバラ、ありがとうございます。モチーさんハートありがとう、ありがとうございます。おはようございますハートありがとう。あ、ユーナさんだ、ユーナさん最近来てくれて嬉しい、タコありがとうございます。タコありがとうありがとうございます。モッチーさん、亀島ちゃんかわよ、やったー嬉しい、ありがとう嬉しい。おかえりおかえりありがとう、呼んだ呼んだ、戻りました戻ったよありがとう。
ブラックさんこんばんは、こんばんは。今日も来てくれてありがとう。バイト中の休憩時間でゆいちゃんからの応援のおかげで日本語の中間試験ってことかな、でほぼ満点を取りました。え、すごい、おめでとう。すごい、えらい。11日の試験も天使様私にお加護お願いします。頑張れ。えらいです、頑張って。えらい、すごい、すごい。語学、スマホが行方不明になった。え、いつ、今。ヨシキックスさん、ユーナさん、こんばんは。ひじかたさん、こんばんは。フィーナーさん、はーい、はーい、ヤッホー、ハロー、来てくれてありがとう。チュルホッチェさん、クニちゃんさん、ヨヨヨのヨさん、こんばんは、こんばんは。満点なんて取ったことない。え、本当？そうなん？まあね、満点なんてなかなか取れないですよね。すごい。ケンさん来てくれてありがとうございます。かなかなさん、こんばんは、こんばんは。初見さん大好き、ありがとう。あ、え、アオキーさんだ。まだいるのかな。アオキーさん久しぶりです。2枠目も参加してしまいました。こんばんは。アオキーさん来てくれてありがとうございます。すごい背景ですね、ありがとうございます。マリアさん、ロマタコさん、こんばんは。見つかってきたら配信開始56分後でした。え、私もう1時間も配信してるの？長い気がついたら福岡撮ってた気がしました。え、やったー、福岡撮ってくれて嬉しい、ありがとうございます。来月お会いしましょう。え、嬉しい、ありがとう、待ってます。アオキーさん、こんばんは、こんばんは。アオキーさん、今日はルマンドのリップを貼りました。ハイライトもルマンド、ルマンド、ルマンドです。下まぶたのキラキラはジルシアートです。あ、お洋服はエブリンです。かわいいボタンうれしい。アオキーさん、アオキーさんのファンみたいになってる。アオキーさん、ありがとうございます。見かけ通りに、あ、読んじゃいけないやつだ数学の先生が中学校の時クラスの子にそれ言って、30秒後くらいに謝ってた「すごい、すごい。アオキーさん、こんばんは、こんばんは。
こんばんは。青木公園大好きでした。で、私も青木さん公園行きたい。STU でもしてください。ゆうかちゃんのルームフォローお願いします。ありがとうございます。青木さん、 STU48 のスレッズにゆうかちゃんが自分で作っている服写真あるので見てください。え、嬉しい、ありがとうございます。一応こっちか、ここのプロフィールのやつに、なんだっけ、スレッズのやつ入れたんですよね。皆さんもよかったら私というか3期のスレッズ見てください。りょうちさん、こんばんは。もっちーさん、研究生ツアー東北来てくれませんか。研究生瀬戸内奈々研ツアーだったんですよね。ブラックさん、かわいいかわいい、やった、ありがとう。ウェイドスポーツさん、こんばんは。クリオさん、えへへえへへ。かべしまちゃんはなんて呼べばいいですか、今更ですが。なんでもいいです。かべしまちゃんでも大丈夫です。かべしまちゃんでもいいよ。一応公式はゆいたんにしてます。なんでも嬉しいです。テイさん、キャンディー、ありがとうございます。ちくわドーナツさん、バラ、ありがとうございます。タイさん、キャンディー、ありがとうございます。ブラックさん、ラブレター、ありがとうございます。ドキドキ、ありがとうございます。シーちゃん、ハート、ありがとうございます。リサーちゃんさん、だるま、ありがとうございます。だるま、昨日もありがとうございます。モッチーさん、ハート、嬉しい、ありがとうございます。おはようございますさんも、ハート、ありがとうございます。ひろきさんも、ハート、みんなハート、嬉しい、ありがとうございます。もちーさん、誰もも、ありがとうございます。ひろきさん、ハート、たくさんくれてた、ありがとう。まげさん、まげさんも、ハート、ありがとうございます。てんてんさん、ハート、ありがとうございます。おはようございます。13ハート、ありがとう、ありがとうございます。ブラックさんのここまでコメント読んだ。 OK、 研究生公演7軒をぐるぐる回ってほしい。結構その可能性ありますよね。私も全然わかんないんですけど、でも広島がやっぱり一番多いのかな。でも1日目があれなんだっけ、ライジングホールさん、山口県だから、結構7県は月1くらい回ってほしいですよね。私もいろんな会場行きたいですけどね。東北だったら新潟 NGT さんの劇場とかお借りできたらいいんですけど、というところですね。 STE はやっぱり会いに行くアイドルなので。いつもいたいの応援ありがとうございます。ありがとうございます。いつもブラックさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。ホッサンズサムさん、こんばんは。こんばんは。こんばんはって書いてないけど、こんばんは。しーちゃん、ツイッターで面白いアニメをおすすめした。忙しい一日の後にそれを見るときっと心が癒されます。私最初一個見たんですよ。めっちゃ音が大きくてちょっと怖くて撮っちゃいました。もう一回ちょっ
ょっと落ち着いてる日に見ますごめんね、また見ます。癒されそうな日に読みます、見ます。元気な日に、心が元気な日に見ます。なので忘れてないのでありがとう。いいかって呼んでもいい、いいかって呼びたい、いいですよ。カズさん初見さんこんばんは。 KZU さんカズさんこんばんは。配信見てくれて嬉しいです、ありがとうございます。かびしまってミュージミズらしいからかびしまって言いたくなります。かびしまって言いたいですか珍しいミュージだとかびしまって言いたくなるんですか。なるほど。まだ研究生するっつ見たことなかった。見てよ、見てください。絵が描けて服が作れてほんと多彩すぎて頭が下がる。そんなそんなそんな、スレッズいいねもしてください。いいね再投稿お願いします。いっぱい見てください、拡散してください。山口さんこんばんは。こんばんは、話しか生きてくれた山口さんありがとう。関東も出張してほしい。関東も出張 したいですね。でもちょっとできそうにないですけどしたいですね。自分のブランドを作るとしたらどんな名前にする。何、コスメブランド、ファッションブランド、何でもいいか。あんまり自分の名前とは書けないかも。どんな名前がいいと思う。可愛くて覚えやすくて他と被らなくてがいいですね。あとハッシュタグにしやすいとか大事じゃない。そんな名前がいいです。なんか埼玉はめっちゃ風が強いです。今日風強いですよね。強風台風かと思います。風強いです。風強いですよね、わかります。めっちゃ強い。クアトロ公演のために8人だとかいう噂。どこの噂。そうなんだ、クアトロさんだと8人なんですか。そうなんだ、そういうことなのかな。我が故郷の香川にぜひ。香川行ったことない、行きたいです。香川公園はあるといいですね、瀬戸内なのでね。ヒントの初日が楽しみです、嬉しい、ありがとうございます。頑張りますたけさんこんばんは。こんばんは。カッパエルさんこんばんは。ちょっとコメント遅れてた。遠征の都合があるから公演の詳細を早めに発表してほしいですね。そうですよね、確かに初日がでも終わったらもうちょっと出やすくなったりしますかね。結構初日の発表遅かったですよね。マッツンさんだ、お菓子ボックス嬉しい、やった、ありがとうございます。かわいいお菓子ボックスありがとう、いつもありがとう。お菓子ボックス嬉しい、お菓子大好き、お菓子いっぱい食べてるってめっちゃ同期に言われる
お菓子いっぱい食べてるって言われるんです。和夫さん、テンスありがとうございます。おわさんもテンスありがとうございます。はるおさんもテンスありがとうございます。たかちゃんさん、ハートありがとうございます。はるおさんもハート、リゾートダイバーさんも、いっちーちゃんさんもハートありがとうございます。レジェンドさんかな、初見さんハート嬉しい、ありがとうございます。初見さんなのに嬉しいです、ありがとうございます。ケンさん、おはようございますさん、ハートありがとうございます。カーカトチーさん、ハートありがとうございます。まんちゃん、レイモスターもありがとうございます。嬉しい、レイモスターありがとう。全県ツアーできたらすごいかもね。え、すごい、いろいろ私は回りたいですけど、いつか昇格したらですかね、回れるようになりたいですね。瀬戸内 PR じゃなくても東北来てほしいな。あ、 PR 舞台じゃなくても、確かにいっぱい言ってください。いっぱい言ったら多分、いっぱい SNS とかって言ったら多分来れると思います。そこでライブしたらいっぱい人が来てくれるかもって STU が思ったら行くと思うんですよ。黙々さん、ハートありがとうございます。だるまもありがとう。たかちゃんさん、こんばんは。レジェンドさんも、初見さんこんばんは。あ、高尾坊さん、久しぶりじゃない、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。やっほー、来てくれてありがとうございます。どんどん無人さんになっていくね、嬉しい、ありがとうございます。また会えるの楽しみ、また会えたらいいな、楽しみにしてます、待ってます。埼玉スーパーアリーナ来て、埼玉スーパーアリーナ、そんな大きな会場に行きたいですよ、行きたいです、呼んでください、いっぱい応援して呼んでください。 STU ってどこですか？瀬戸内です。瀬戸内で STU です。ラッカンさん、クリスティアノさん、こんばんは。まっちゃん、かわいい、こんばんは。ありがとうね、みんな来てくれて。ちょっと早めにコメント読みます。ユイには幕張の対面いました、いたらおしまし取ればよかった。ゆいにゃんは別のメンバーかも。奥田ゆいながゆいにゃんかも。私も対面いました。それはもうピンクフォローよ。ブランド名キャンカベ、名字が上島の有名人はいいかって人らしい。クワトラだとたくさんは出れないもんね。そうなんだ。確かに風と雨でまるで台風来てるかと思うくらいですね。え、雨も降ってるんですね。頑張ってね、出たら行くわ、応援するよ。清水さん、ありがとう、待ってます。人数少ないと締め飲みやすいという利点もある。なるほど。りくくんさん、こんばんは。ノージが壁島さん、100人10人くらいらしいです。意外といます。ST にはもっと珍しい名字いっぱいいるらしいので、
意外といる方らしいです。差し入れお菓子いっぱいだったでしょ。でも差し入れのお菓子をいっぱい食べるのはちょっとお里が知れると思うので、あんまり食べれないですあんまり取りにくいなと思いながら、はいっていう派です。自分は AKB 劇場のご指定公演1回も当たったことがないかな。え、そうなの？やっぱすごい人気なんですね。私も行きたいな。お菓子の中で何が好きですか？僕はチョコレートです。私もチョコレート好きです。でも最近はキャラメルにハマってます。キャラメルめっちゃ食べちゃう。お菓子をたくさん食べてもなぜ痩せられるのでしょうか？羨ましい。なんかひーちゃんには偏食って言われました勝手にお菓子は栄養がないから、お菓子は栄養がないから太らないのかなって思ってるんですけど、吸収されないんじゃないかと思いますその考えと思います。お菓子栄養なくて吸収されない説。テイトクさん、黒崎さんこんばんは、ボンちゃんさんこんばんは。ランチングホールとかプロブクアウトはステージが近くて見やすいから最高。はあ、なるほどね、そういうことね。明日なるべく早く配信したい。 3時とか2時3時とかがいいかな。スクショタイムお願いします。後でします。すいません。ストーチたくさん遠征来てくれたら東福美にも人権くれると思います。どういうこと？人権とか言っちゃいけなかったかな。星になってないから大丈夫か。行きたいです。高森さんこんばんは。そう、明日でこのイベント最後です。リコさんはじめまして、こんばんは。あ、え、全然大丈夫だよ。ゆいにゃん、ゆいたん、私もゆいにゃんって呼ばれたいかわいいゆいにゃん、ゆいたんです。そう、幕張いました。こんばんは、こんばんは。リークが何のユニットするのか楽しみすぎる。え、なんだろうね、なんだと思う？全部コメント拾わなくていいんだよ、ありがとう。嬉しい、ありがとう。そうなんだよね、リークちゃんの初日は飛んでいきたい。重い、飛んできてほしい。頑張ろう。おすすめのキャラメル、なんだろう、普通に市販のキャラメル食べてた。どこなんだろう、普通の森永かな、森永かも。お菓子いっぱい職場で食べてるよ。いいね、食べちゃうよね、お菓子すごい。めっちゃ完食しちゃう人なんですよ。キャラメル系の栄養価たくさんよ。え、よかった。じゃあこれでゆいたん日暮らし似合いそう。え、嬉しい。なんかダンジョー読みます、すいません。13位 SKM さん、12位ひろきさん。あ、待って、でもまだ9分あるはあるんだ。13位 SKM さん、ありがとうございます。12位ひろきさん、ありがとうございます。11位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。10位ブラックタイさん、ありがとうございます。いつもみんなありがとうございます。9位ジョインさん、昨日に続きありがとうございます。8位リンゴさん、ありがとうございます。今日なんで青リンゴだったんですか。7位ダイさん、ありがとうございます。6位大政さん、ありがとうございます。5位バリーさん、ありがとうございます。昨日に続き、昨日も今日もありがとうございます。4位まるともちゃんさん、ありがとうございます。最近ありがとうございます。みんな本当にありがとう。3位マッツン、マッツンさんありがとうございます。お菓子ボックスありがとう。2位清水さん、あり
タワーもありがタワーです、ありがとうございますありがとうございます。1位つよつよさん、ありがとうございます。くまちゃんタワーありがタワーでした、ありがとうございます。嬉しいです、みんな応援してくれて本当にたくさんたくさん、パチ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 、ありがとうございます、いつもありがとうございます。あ、順位が変わったかも。13位よしとさん、ありがとうございます、壇上入ってくれてありがとうございます。12位ヘンダーソンさん、いつもありがとうございます。11位いっちーちゃんさん、ありがとうございます、たくさんギフトくれてありがとうございます、とっても嬉しい、ありがとう、ありがとね。まっちゃん今いっぱいギフトくれてた、レインボースターありがとう、嬉しい、ありがとうございます。絶対タワー分くらいのレインボースター今日もらった気がする、ありがとう、ありがとね。奥行さんテンスありがとうございます、かべちゃんさんハートありがとうございます、ふうさんもハートまたくれてた、ありがとうございます、ありがとう。まっちゃんハートたくさんありがとう、キュンキュン、ありがとうございます。サンデーサイレンスさんハートありがとうございます、嬉しいハートありがとう、キュンキュン、ありがとうございます。加藤さん、サッカーボーイさんもハートありがとうございます、花っちさんテンスありがとうございます、ありがとう、サッカーボーイさんもテンスありがとうございます。ありがとね。東武東上線さんハートありがとうございます、つよつよさんもまっちゃんもいっぱいハートくれてる、嬉しい、ありがとう、キュンキュン、ハートが止まらない、嬉しいありがとうございます、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。かわゆいたんお話し会何の話したらいいですかね、え、何でも嬉しい、何でも喜びます、私お話し会何の話がいいだろう、何だろう、何の話がいいかな、何でも嬉しいよ、何だろう今日のイータハキハキしててとっても好きです、やったー、嬉しい、ハキハキしてて嬉しい、マイペースキャラ壊れちゃう、崩壊毎日菓子パン1個食べる、菓子パン美味しいよね、公園での自己紹介楽しみ、あるのかな、楽しみ、お菓子食べたくなってきた、お菓子食べよう、私も食べよう、壁インタンって呼びます、間違わないように、確かに間違わないかも、でもユイニャンでもいいよ、猫ちゃんっぽいってよく言われる、猫っぽいって、普通に友達にも言われたことある、猫っぽいって性格が性格がでした、ありがとう、早く疲労回復するとしたらキャラメルチョコレート、コーラはめっちゃ最適よ、そうなんだ、あ、砂糖ってこと、なるほど、世間の皆様に送りましては白いハートをピンクにしていただけましたら幸いです、幸いでございます、こちらのハートをこっちだよね、ピンクにしていただけたらとても幸いです、嬉しいです
お願いします。本当にお話し会結構自分から話しかけるんで、ぜひ遊びに来てくださいね皆さん。ありがとうございます。またねまたね猫、ありがとう。うさちゃんピース、猫耳ピース、はい。フォローありがとうございます皆さん。みーたんが得意な話題は何だろう、メイク。メイクメイク、何だろう、英語以外。ファッションとかメイクの話がいいのかな、わかんないけど、うん、ファッションとかメイクとかも本当に一人で喋れちゃうかも。一度お話し会の話題イータに預けようかな。え、本当預けてくれるの？全然私がに任せてもらえるなら。アイスとお菓子どっち一番好き？それはアイス。明日の8時でこのイベントラストね。そうなんです、頑張ります、応援してください。時間なくなっちゃった、バイバイみんな、ありがとう今日も一日、また明日もよろしくね、バイバイ、おやすみおやすみ、フォローしてくれてありがとう、おやすみ、バイバイ。おやすみ、おやすみ、また明日、明日、またね、またね。